マイキーです。今回は山川穂高複数年契約拒否ということで、山川穂高選手契約更改を行ったんですけれども、まあ、球団から4年契約の提示があったんですが、それを誇示して単年契約ということになりました。まあ、来シーズン FA ということで、今年の契約年数ちょっと注目されていたんですけれども、まあ、単年契約という形になりました。今回はそのことについて、まあ、今後ねどうやってなっていくのかを考えて話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは来季 FA 山川穂高が複数年契約拒否ということで、まずは記事の方から読んでいきたいと思います。西武山川穂高内野手が2日埼玉所沢市内の球団事務所で契約更改をした。年俸1億4000万増の2億7000万円でサインした。来季は順当にいけば FA 権を取得予定。球団からは4年契約を提示されたが、本当に悩んだ末に単年契約を選んだ。来季は10年目、節目ですし、野球人生の全てをかけて臨む意味で絶対に単年の方がいいという思いで結んだ。今年以上により目の色を変えて血眼になってプレーしたいと説明したということでですね、山川穂高選手年俸1億4000万アップ2億7000万円でサインをしたんですけれども、球団からの4年契約は拒否をして単年契約を選びました。はい、それではですね、じゃあそのことについてね、ちょっと詳しく話していきたいかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、まずは金額についてですね、まあ、2億7000万という一方で契約更改を行ったんですけれども、まあ、僕の率直な考えで言うと、思ってたより安かったなっていうのが正直な感想です。まあ、本当に目的には、まあ、4億あるいは 3.5 億ぐらいは行くんじゃないかなっていうふうに思ってた中で、まあ、大体僕の見立てより1億円安いという形になったので、正直ちょっと安いなっていうふうに思ったのが率直な感想でした。で、まあ、やはりですね、まあ、一応年俸の上がり幅的には、まあ、倍以上ということなので、まあ、妥当といえば妥当ではあるんですよね。うん、まあ、本来であれば、まあ、別に結構上がったなっていう感じではあるんですけれども、まあ、山川選手が来季 FA っていうところだったりとか、あと山川選手の市場価値ですよね。うん、やっぱ FA っていうところになってくると、まあ、市場価値っていうところが非常にこう大事になってくるので、まあ、40本打てるホームラン王を取れる選手っていうのが、やはりこう今日本国内を見ても、まあ、そんなに多くない。40本以上打てる選手っていうのは、まあ、僕が知る限りでは今やっぱり村上選手、山川選手の2人だけなのかなというふうに思いますので、まあ、そういったね、球界に2人しかいない逸材のその1人ということを考えると、やはりまあかなりね、こうプロ野球界においては価値の高い選手なのかなというふうには思っています。まあ、そういったこう市場価値っていうところで見ても、まあ、その2億7000万っていう年俸に関してはやはりかなり安いなっていうふうに思ってしまうんですよね。うん、でなおかつやっぱり来季 FA っていうところで、まあ、引き止めていきたい、まあ、ライオンズにね残ってもらいたいっていうふうに考えているのであれば、やはりねそういった部分でも、まあ、ちょっとね割り増ししてもよかったんじゃないかなというふうにも思いますし、まあ、あとね同じように来年 FA の源田選手には3億円積んでいる、まあ、山川選手 2.7 億ってことなので、まあ、源田選手の方が、まあ、3億円ということでね、高い年俸を払っているんですよね。であとは FA 宣言中の近藤健介選手の獲得にも、まあ、ライオンズ乗り出しているんですけれども、一応ね報道である通りだと、近藤選手には4億 ×6 年契約という大型契約を提示しているということですので、まあ、戸玉の近藤選手より生え抜きの山川選手の方が、まあ、格段に安い額というふうになってしまっているので、まあ、ちょっとねこの2人の、まあ、提示条件だったりとか、まあ、年俸とかから見ても、やはりこう山川選手の 2.7 億円っていうのは、まあ、ちょっと安いんじゃないかなっていうふうには思ってしまいます。であとは他に、ね、チームメイトでいうと、松田投手にもねすでに3億円出しているっていうことを考えると、まあ、っきり言ってチームで1万年俸をもらってもおかしくないぐらい今年は活躍していますし、まあ、一昨年っていうところに関してちょっとね不調で苦しんだんですけれども、まあ、その前も2回ホームランを取っていますし、40本塁打も2回やっているということですので、まあ、そういった、ね、実績を考慮したら、もうちょっと上げてもよかったんじゃないかなっていうふうには思っています。まあ、逆に不調年の時はね結構制限いっぱいまで、まあ、下げたりとかしていたんですよね。まあ、それはいいと思うんですよ、別に僕としてはですけれども、まあ、活躍できなかった時はしっかり下げる、でも活躍できた時はやっぱりしっかりとこう上げてほしいなっていうふうに思っていますので、まあ、そこを考えてもやはり今回はちょっと安かったなっていうのが僕の正直な感想です。まあ、ただですね、こんなに安くなってしまった、まあ、そんなすごい安いってほどではないんですけれども、まあ、ちょっと思ってたより、まあ、安いなっていう額になってしまった、
理由として考えられることとしては、やはり山川穂高選手、来年 FA 権取得するんですけれども、前々からも FA に移籍するっていう噂が出てきているんですよね、もうソフトバンクに行くという噂が、いろんなところから結構出てきています。で、実際に森友哉選手もオリックスに移籍をするっていう噂が、シーズン中からも流れていて、で実際にオリックスに行ったっていうことですので、山川選手も本当にソフトバンクに来年移籍をするっていう可能性がかなり高いのかなというふうには思っています。で、僕らですら、そんな噂をもう知っているぐらいですので、球団内部の人たちが、その噂を知らないわけがないというふうに思うんですよね、なので、球団の方もやはりこう引き止めの見込みがあんまりないから、そういうふうに判断をして、ちょっと安い金額、どうせ出ていく選手に、そんなにめちゃめちゃ高い金額を払う必要はないなっていうところで、こういったちょっとね、源田選手だったりとか、増田投手とか近藤選手とかとは安い条件になってしまったんじゃないかなというふうに思います。もしかしたらその可能性もあるんじゃないかなというふうに僕は思っています。あるいはですけれども、複数年契約ってところをね、提示したというふうに言っていたんですけれども、もしかしたら複数年契約だったら年俸の方もね、違ったんじゃないかなというふうに思っていて、生涯セーブ宣言をしてくれるっていうのであれば、さらに 2.7 億より上乗せして4億円近くの契約条件で4年契約っていう可能性もあるのかなというふうに思っています。逆に今単年選んだら 2.7 億っていう条件提示だった可能性も十分あるんじゃないのかなというふうには思うんですよね。仮にこれ 2.7 億円の4年契約だったとしたら、源田選手よりも安いということになりますので、さすがにちょっとそれはないかなっていうふうに僕的には思っています。なので、やはりこう、もし生涯セーブで4年契約という条件であったのならば、おそらく年俸の方も上乗せでっていう可能性もあって、そんな中で山川選手もやっぱりちょっと悩んだんだけれども、ちょっと安いけれども単年契約を選んだっていう可能性も十分あるんじゃないかなというふうには思っています。ただですね、やはりどちらだったとしても、引き止めが容易ではないっていうことは分かりますよね。もしね、今言った2つじゃなくてシンプルに 2.7 億円っていう提示で複数年契約だったとしても、2.7 億円だったっていうことだったとしても、結局多分本人的にはあんまり満足していない数字だとは思います。他球団だったら4億円とか5億円とかもらっていてもおかしくないぐらいの成績ですので、2.7 億円っていうのであれば、多分移籍っていうのは考えると思いますし、引き止め見込みがないからこれだけ安い条件提示になったのであれば、もう引き止め見込みがないので移籍は間違いないなっていうふうにもなりますし、額を上乗せしての4年契約を提示していたのにもかかわらず安い単年契約を選んだっていうのであれば、もうそもそもそれはもうライオンズにあんまり残る気がないっていう意思表示にもなってしまうので、いずれにしろも山川選手を引き止めるっていうのは容易なことではないというふうには思いますよね。そんなにね、こうネガティブになりすぎても良くないのかなっていうふうには思うんですけれども、山川選手の今回単年契約っていうのは、そういったことをね、意味しているんじゃないかなっていうふうには思います。山川選手が移籍をするかどうかっていうところは、正式にはね、本当に来シーズンのオフになってみないと分かんないとこではあるんですけれども、やはりフロント現場にはそういった部分を見据えて、育成補強っていうところをやっていってほしいなというふうには思っています。移籍は確定したわけではないですし、残留する可能性も少なからず残されてはいるんですけれども、もう移籍をするっていうふうに考えて、今回の編成だったりとか育成っていうところをしっかりやっていかないと、再来年以降のシーズン考えた時にかなり厳しくなるかなというふうには思っているんですよね。具体的にじゃあどういったことをやっていってほしいかっていうと、山川選手やっぱりこう大砲候補の選手になりますので、まず新たに大砲候補の選手の育成っていうところですよね。渡辺健人選手だったりとか、あとはね、今年からファーストに挑戦をしている高木渉選手とかね、本当に山川選手の後釜として成長が求められている、選手たちを育成していく必要があるんじゃないかなっていうふうに思いますし、彼らがやっぱりしっかりとこう成長してこないと厳しいということになっています。で、補強的な部分で考えると、近藤選手の獲得はやっぱりやっていきたいところではありますし、それに加えてやはりこう大砲候補の外国人選手、年間で20本から30本近く打てるような選手の獲得っていうところはぜひやっていってほしいと思いますし、山川選手が抜けてからホームランバッターがいなくなってしまうので、そこを見据えてもね、やはりそういうの外国人補強っていうところは近藤健介選手の補強と同時進行で進めていってほしいかなというふうには思っています。実際にね、ちょっとどうなるか本当に来シーズンになってみないと分かんないですけれども、今回の単年契約によってやはりこう残留する可能性
能性っていうのは、まあ、そんなに高くないのかなというふうに僕は思っています。皆さんの意見も聞かせてください。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ツイッターの方も毎日更新をしているので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。